にちはにゃでーす。ってことで、ブライダルイベントの交換所解説、交換優先度ランキングやっていこうと思います。今回交換対象全部で10体なんですけど、めちゃくちゃ確保してほしいキャラクターがいます。どのレベルかっていうと、ガチャ引いて、弾補充して、それで交換できるんだったら、ちょっとガチャ引いてもいい。そんなレベルで強いキャラクターがいますので、ぜひ解説を聞いて、必要だと思った方、そして交換できる方はですね、ぜひ確保してください。私最近編成投稿めっちゃ頑張ってるんですけど、めっちゃみんな見てくれるんですよね。でやっぱ私の編成が組みやすくなるのは私の解説に耳を傾けてで考えて交換してくれてることだと思うので、ぜひともねしっかりと解説を聞いて必要だと思うキャラクター交換してください。よかったら参考になったら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。特に高評価ね押してくれるとモチベーションになるんでよろしくお願いいたします。編成投稿もそうですけど、やっぱみんなが楽しくパズドラできるように、そしてですねなるべく編成組めるように動画投稿しております。交換所もですね未来に皆様が後悔しないために解説動画投稿しております。ぜひですねこの動画にも高評価押してくれるとモチベーションになるんでよろしくお願いいたします。はい、ってことでまずね交換対象全部で10体なんですけども、交換の玉がちょっとずつ違います。まず上2体ですね、これがコラボのキャラクター20体とコラボのキャラクター15体の交換所です。まあ重たい交換所ですね、まあ、結構強いキャラが多いです。で続いて星7フェス限5体で交換できるサイリア枠でございますね。はい、これが4体で、星6フェス限4体で交換できるめっちゃ軽い交換所、これが4体でございます。ここにも強いキャラがいます。で交換の弾が違うんで、交換優先度ランキングはそれぞれですね、はい、この2体はどっち交換優先するべきかで、サイレアですね、はい、これどれ優先するべきかで、このサイレアマイナス1どれ優先するべきか、それぞれ喋っていこうと思います。いつも通り評価基準は代用できるかと長持ちするかで、まあ一応注意なんですけど、プレイドスタイルとね各ボックスの状況によって順位は変動しますが、まあ、正直いらないキャラクターは完全にいらないっていうのがブライダルイベントの交換所なんで、そんなに変動はないと思います。まあどっちかっていうと1位2位のキャラクターを自分が使うかどうかってところですね、自分が使えそうかどうかっていうのをボックスとかプレイスタイルで判断してもらったらなと思います。ちゃんと口でも言います、こういう人にとってほしいってのは言いますので、それに合わせて確保してください。そしていつも言ってることなんですけど、交換所はですね交換最終日付近に交換するのがおすすめでございます。今回だと7月22日でございますね、まあ、最近はコラボ発表もギリギリだったりとか、あと上位互換、まあ、あんま最近はないですけど、まあ、その交換所がある時にそのキャラの上位互換が出るなんてこともありますから、なるべく交換をね後ろ目に持ってきてるといいと思います。今すぐ使いたいとこだったらすぐ交換するのはいいと思いますね。はい、という感じになっております。それでは一体ずつ解説していきたいんですけど、いつもはね弾軽いところから言ってるんですけど、今回圧倒的にこのね弾ちょっと重い2体が重あの強いので、この2体の解説からいこうと思います。まずこちらナツル&ミリアでございます。これ本体武器ともに強いんですけど、まず本体ですね、これはいスキルループでございます。4ターンのうち2ターン打てるっていうね、まあ、いわゆる生成ループでございます。はい、で回復力とエンハンスも返せて、で上限解放もできて、でダブル吸収もできると、はい、かなり優秀ですねナツルミリアね。はい、まあ、生成枠にダブル吸収ついてるわけですから弱いわけはないんですよね。で指12秒固定の水回復同時消しで 77% 軽減、38倍3個爆弾固定500万ダメージ、リーダーとしても優秀です。で覚醒も見ての通り 10C3 つ無効貫通とウェイ2つと浮遊持っていて、超覚醒もこれありますからね、はい、ウェイとかスキブとか持ってます。優秀でキャラクターでございます。まあ、これね、まあ、交換できるんだったらしといてもいいかなと思いますね。特に2体あるといいかな、生成ループだからね。もちろんリムルとかの生成ループワークとして使うことも可能でございます。ただリムル&ベルドラはベルドラで強いですから、あのナチュラ&ミリアじゃなきゃダメとかいうこともないですね。はい、で武器でございます。こちら水属性追加バインド 10C 泥鏡2個ずつ指2秒、4ターンダブル吸収、4ターンの間指と回復力とエンハンス3倍です。やっぱ強いねこれもね。はい、まあ、水属性追加最近リムルが強いですから、ほんとまあリムルパーティー水パーティー組むかどうかで決めたらいいと思います。完全に武器も本体も水のキャラクターなんで、逆に言えば水パ組むか組まないかで取るか取らないかすごい判断しやすいキャラクターでございます。はい、まあ2体あると安心かなという感じはしますけど、さそんな弾ないと思うんで、はいって感じでございます。でこのナツル&ミリアよりも優先するべきと考えているのがこちらでございます。新しいキャラクターハクですね。まあどっちも新しいんですけど、これまた強いんですね。でこれに関しては本体も強いんですけど武器も2体あるんですね。でこの武器が強いです。ちなみにこれは交換所だけじゃなくて確定ガチャもあるんで、確定を買うという手もあります。で武器見てほしいんですけど、まず一番汎用的に使えるのがこちらスキブ2個泥鏡2個ずつと回復泥鏡を持ってます。で7ターン軽減と6解除4食人、まあスキルはね正直まあ軽減ループってだけでそこまで使い
みじゃないんですけど、覚醒ですよね。スキブニコの泥鏡を持ってて偉いです。で、最も偉いと思ってるのが、まあ、スキブニコの点と、あとこの火薬泥鏡を持ってる点ですね。これが優秀です。まあ、結構ね、スキブ泥鏡武器ってたくさんあるんですよ。アレキサッターもそうです。なんだけど火薬泥鏡を持ってるものって少なくて、まあ、ここにねちょっとプラスポイント見出してます。ただ正直泥鏡武器はすごい代用効くので、これのために取らなくてもいいかなと思います。はい。で、もう一個の武器も強くて、こちらですね、白のチョーカーなんですけど、これ闇属性追加スキブ3つ泥鏡武器で4ターン閉鎖なんですよね。で、56番面か54番面対策ですね。で、6回じゃ4色陣となっております。最近ミリムアクセラレーターと闇パーティーが強いです。特にアクセラレーターミリムパーティー組んでる方、この武器持っとくとすごい安心かなと思います。スキブ3つの4ターン閉鎖なんで、スキブの確保もすごいしやすいですね。で、しかも泥鏡漏れるんで、まあ、よくハロウィンパイモンとかアクセラレーターミリム使ってますけど、まあ、これで泥鏡漏れれば他のものに使えますから、そこのアシストの部分ね。あ、そういう点でもこの武器は強いかなと思います。特に、まあ、一軍編成をさらに更新する意味でこれ取るといいかなと思います。正直代用効かないかっていうと効くと思います。スキブと4ターンヘイスだったら、まあ、最近だと割とどうにでもなるようなことが多いかなと思います。もちろん他のキャラがちゃんとしてればですよね。はい。あの、他のキャラも代用していて、さらに武器代用する場合とかはこの武器すごい重宝すると思うので、あの、ガチガチに組んでない方もね、この武器取っとくと他のキャラの代用とかもしやすくなるかなと思います。特に闇パーティー組んでる方、今後組む方強いと思います。はい。っていう感じになっております。あと腐らないですね、この武器はね。スキブとヘイスなんでね。はい。で、して本体ですね。本体はですね、こちら同じくなんですけど、はい、さっきと同じ4ターンのスキルで、4ターン中2ターン打てるスキルでございますので、まあ、2体ループの生成ループですね。木、光、闇、回復の3個ずつ生成、12個生成ですね。はい。と、2ターンの間、指と HP1.5 倍。はい。で、上限解放とエンハンスと自己エンハンス持ってます。まるで、リムル&ベルドラですね。はい。という感じになってます。まあ、上限解放持ってるのが強くてですね、まあ、これは欲しい方多いと思います。はい。まあ、ただ、正直今強いパーティー多いし、ハクがなくても強いパーティーはいくらでも組めますので、これも無理して交換する必要はないです。本体に関してはね、武器で取ってほしいかなってことで、まあ、1、取ってほしいかなと思ってます。火、光、キーの同時攻撃で激減45倍、3コモカさん、固定500万ダメージ、HP1.2 倍です。リーダースキルも強いです。覚醒も強いです。樹脂4つ、TG。はい、闇最近 TG 強いですからね、アクセラレーターとか。ミリムとかね。はい。で、無効貫通持ってるんで、無効火力もバッチリという感じになっております。まあ、強いですけど、まあ、無理して通らなくていいですね。本体に関しては武器です。はい。取ってほしいと思ってます。で、この2体どちらかというと、こっちの白の方が取ってほしいよというお話をしました。はい。この闇の武器と、この泥鏡武器ね。まあ、どっちも泥鏡武器ですけど、これが強いです。これぜひとも取ってほしいですね。で、まあ、弾20個なんですけど、割と、まあ、季節ガチャ、テイリアも出やすくて、弾溜まってる方も多いと思います。ちょっとガチャ引けば、テイリアなんてすぐ出ますから、交換の弾溜まると思うんで、まあ、もしね、興味があれば、ガチャ引いて、これ交換するの全然ありかなと思います。ちょっと魔法石使うだけで交換できるようになる方はですね、もちろんゼロとかの弾で20個引いて交換するとかいう必要はないです。はい。あとちょっとだったら、ガチャ引いて弾を補充して交換はありかなと思います。はい。ということで、それでは続いていこうと思います。で、次なんですけど、一旦ですね、サイリア飛ばして、サイリアマイナス1に行こうと思います。ここですね、まあ、4体しかいないんですけど、1体だけめちゃくちゃ強いキャラクターがいます。正直他のキャラはあんま変わんないです。一応ね、トップ3で発表するんですけど、2から4位はほぼ同率だと思ってください。はい。ということで、第4位でございます。4位、こちらでございます。エスカマリですね。エスカマリ一応ね、超つなげ3つ持ちで火力枠になるんですけど、実はこれレベル99までなんですよね。120ならないんで、上限解放ね、普通のレベル上限界突破上限解放もないので、まあ、ちょっとしんどいかなってところあります。蝶々だけ3つ持ちは偉いんですけどね。はい。で、まあ、携帯たくさんあるんですよ。はい。まずこちらの携帯、あんま強くないです。で、まあ、実はですね、この携帯もそんな強くないです。全部の携帯そんな強くないです。で、武器ですね。はい、こちらでございます。まあ、泥強毒 L 字スキブ。まあ、なしではない。使うかもしれないぐらいの武器でございます。はい。ということで、今回4位に選びました。まあ、ほぼ使い道ないですね。はい。続いてでございます。続いて紹介したいのがですね、こちらでございます。ルシャナですね。まあ、ルシャナたまーに使うの、まあ、見なくもないかなって感じ。まあ、どっちかというと、究極進化使うかな。4ターンのスキルで HP50% 回復。と、自己エンハンスと、スケット回復、エンハンスと、上限解放ですね。まあ、地味に変身リムルと同じ、自分とスケット上限解放エンハンス持ってます。ただ別に使うところはあんまないかなって感じがしますね。はい、ちょっとナノクリーダーです、というわけです。これが、あの、本体のこっちのね、進化前も同じです。はい。あ、まあ、使い道ほぼなさそうかなって感じがわかると思います。で、武器ですね。十字、泥鏡4つ、チーム HP、チーム回復となっております。まあ、この武器も、
まあつかないかなっていうか、まあほぼつかないだろうなっていう雰囲気してますね。はい、まあほぼ4位です。はい、3位ですけどね、ほぼ変わんないです。3位と4位は同じと。はい、で続いて2位でございます。2位がこちらですね。はい、雷神です。雷神はね、ちょこっとだけ使ったことあるようなキャラクターでございまして、あと武器が強いですね。こちらチーム HP、 チーム回復、暗闇、追い打ちです。まずステモリー武器プラス耐性持ちで、しかも追い打ち持ってるんですよね。追い打ちこれシールド 20% 削るスキルもつきました。スキルって効果つきましたので、使い道もあるんですよ。これはね、まあ優秀かなと思います。まあ3、4位に比べて使い道があるだけでも優秀って感じですね。はい、ただまあ弾が余ってるからといって無理に交換する必要はないです。この武器に利用価値を見出せたり、まあこれ武器たまに使ってるんで、まあなくて困ったなと思ったことがある方とかはね、取るといいと思いますね。正直本体はまああんま取らなくていいかなという感じの性能してます。4ターンのスキルで6解除6色陣で指と回帰力と自己エンハンスです。まあ弱くはないんですけど強くもないですねという感じでございます。まあ不気味当てで取るなら取ってねという感じで2位でございました。はい、ということで1位でございます。1位がですね、はい、こちらシェアトです。これはね強いです。はい、でまあこれね進化形態いくつもあるんですけど、まずスキルが2ターンのスキルで左端に光を、右端に回復を作ります。で光ドロップを目覚めしますということで、これ強いんですよね。ループでございまして、まあ、言ったらリムル&ベルドラの光バージョンですよね。はい、 2ターンでこの非変身ですよ。非変身で2ターンで打てるんで強いです。でウィたくさん持っていて、聴覚性が冬持ってるんでちゃんと火力も出ます。こういう位置も持ってます。一応離脱系もあるんですけど、まあ離脱系気にしなくていいですね。はい、でこの進化系といくつかあるんですけど、スキルは全部同じ2ターンのスキルとなってます。覚醒が違うだけですね。はい、まあどの覚醒ものを選んでもいいんですけど、まあ基本的には転生選ぶことになると思います。はい、という感じです。こっちスキルがめっちゃ多いですねみたいな感じで、ちょっと違いはありますけど、基本的にはまあ転生を選ぶことになると思います。で武器こちらでございます。ウェイと泥鏡とチーム HP とお邪魔耐性、暗闇耐性、毒耐性と、はい、いうことで、泥鏡盛りながら HP 盛りながら耐性2個持ちです。まあ悪くはないですね。はい、という感じになってます。今回これ1位にしました。後で交換するつもりでございます。今ないですけどね。はい、まあただ、まあ、正直に言うと、まあこれも強いですよ。性能は強いんですけど、今のところじゃあどのパーティーにいるかっていうと、そこがまだ定まってないというところで、まあこれもね、やっぱ無理にして通る必要ないのかなと思います。で、なんならですね、この1位で紹介したシェアというよりも、まあこの雷神のね、この武器の方が強いんじゃないかなと思う方もいらっしゃると思います。その感覚も正しいと思います。はい。そう思った方はですね、まあ雷神優先してもらって取ってもらってもいいと思います。はい、という感じになっておりました。はい、ということで、サイリアマイナス1の交換優先度ランキングの方は喋りました。まあほぼ全部同率ですね。やっぱりちょっとだけシェアとか強いかなっていう感じです。はい、雷神の武器も強いです。それではですね、続いてサイリアの交換所解説やっていこうと思います。でサイリアはね、色違いもあるんでめっちゃ携帯多いですということで解説をやっていきます。4体います。で交換優先度ランキングがトップ3発表します。まあ実質全部順位発表する感じになりますね。さてでは行こうと思います。まず4位なんですけど、4位はですねこちらでございます。ロシですね。はい、まあ、ロシはね一応ね一番強いというか使う携帯がこの武器かな。キラー3つ持ち、スキブ2個マイナス武器、まあ、周回とかランナーで使ったことがあるかなって感じですね。はい、スキルターン一応4ターンにできて1位じゃなくても使えます。まあ、これが一番尖ってるかなって感じ、代用効かないかなって感じ。ただまあ周回もランダムそこまでやってないよって方の方が多いと思うんですね。はい、なので他のことも解説していきますけど、まず闇の形態からいきましょう。回復4つ作る、毎ターン打てるスキルです。正直使わないです。はい、使ったことがないですというか。はい、続いて水露出の武器、これたまに使ったこともありますね。封印2個、チーム回復3つ。このねチーム回復盛りながら封印盛るっていうのが強いんですよね。スキルは正直どうでもいいです。ただまあチーム回復ってチーム HP と違って必須ではないんですよね。コンボ数によってカバーできたりとかもしますし、はい、チーム回復は割と今融通効くところということで、優先度はそんな高くない感じですね。はい、で水のロシエです。はい、まあこれは正直あんま使わないかな。はい、まあ、50杯以下たくさん持ちでございます。で木のロシエ武器2個ですね。まずこちら耐性2個持ち、バインド武器、まあ、耐性2個持ちつけたかったらありですけど、まあ、そもそも毒耐性、お邪魔耐性ほぼほぼ最近使ってない、ジンループだからっていうところもありますので、まあ、そこまで強くは見てないです。はい、で続いてロシエのもう1個の武器、ウェイと雲とチーム HP とチーム回復で消せないバインド覚醒無効回復ですね。まあ、雲耐性 HP の消せない覚醒無効回復、まあ、10連ガチャドラとかもいますから、これを絶対使わなきゃいけない場面ってのはやっぱないかなと思います。もしかしたらスタメンにね、なんかこんなことになる可能性はありますけど、まあ、基本的には別になくてもあってもいいような武器でございます。はい、で本体がこちらですということで、まあ別にパッとしないですね。はい、という感じになっております。はい、こちらのロシは、まあ、闇のこの武器がちょっと強いかなぐらいということで、今回4位となっておりました。はい、それでは続いていこうと思います。続いて3位です。
3位ですね、正直、まあ、ちょっと迷うところもあります、はい、今回誰3位にしてるかと言いますとこちらでございます。フェノンですね。フェノンはまあめちゃめちゃ昔強かったキャラクターでございます。で、見ての通り携帯もねいくつかあります。まあ、きっと光の携帯ですね。で、本体はですね一応100億上限解放持ってるんですけど、正直そんなに強くないかなというところです。どっちもね、はい、なので、はい、まあ、武器の方を見ていきましょう。まずこちら武器機の方ですね。スキブチーム HP チーム回復 L 字にお邪魔完全耐性100億解放ということで、まあ弱くないよこの武器はって感じですよね。スキブチーム HP で捨て盛りもできていて L 字もあって耐性もあると、まあ、もしかしたらスタメン作用もあるかもしれないって感じ。ただまあそんなに必須じゃないよねこの武器もね、はい、ということで、まあ、ちょっと強かなぐらいの武器です。まあ、交換の理由として取るにはちょっと役不足かなという武器ですね。はい。で、もう一個の武器がこちら。スキブ2つにチーム回復4つ持ちですね。実はね、ブライダルって結構チーム回復多いんですよね。で、チーム回復さっきも言ったけど、そこまで必須ではないんですよ。まあ、あったら嬉しいし、あったらすごい安定するんですけど、なくてもどうにかなっちゃうところなので、まあ、これも必須じゃないかなってところ。まあ、ただこんなにチーム回復持ってくれる武器はなかなかないので、まあ、その意味でとってもね、そうはないと思います。はい。で、もう一個の武器がこちらです。三色強化チーム HP2 つ、お邪魔完全耐性泥強に、無効貫通スキルですね。悪くないです、これは。まあ、使うかもしれませんって感じ。まあ、ただ、三色強化チーム HP 耐性泥強、まあ、どうにでもなるよねってところでは正直あります。はい。ということで、超おすすめってわけではないですね。というのがフェノンでございました。まあ、全体的にふわっと強いかなっていうことで、今回ね、まあ、3位って感じです。まあ、正直明確に役割があるのは、ロシェなんで、まあ、ロシェと、フェノはね順位入れ替えてもいいかなって感じですけど、まあ一応、まあ、武器周回用とか用の武器よりはこっちのフェノの方が使い道あるかなということで今回3位にしてます。正直まあどっちでもいいです。はい、ということで、はい、続いてでございます。続いて1位2位いきましょう。まず2位でございます。2位はこちらです。ユーリですね。はい、ユーリもね携帯が多いんですよ。ご覧ください、こんなにいるんです。で、まあよく使えるっていうか、まあ強い携帯がこちら木のユーリですね。これ自動回復ループなんですよ。しかも今までの自動回復と違って5ターンで6ターンの自動回復になりました、強化でね。はい、まあ、これ結構アドバンテージになると思いますけど、そもそも木の無効貫通で木属性自体がそこまで使われてない、まあ、一応まあベルドラがいますけど、まあ、そこまで使われてないってところと、まあ、自動回復使ってないってところをまあ踏まえると、まあ、そこまで使い道自体は多くはないと思います。まあ、使ってもなんか特殊なダンジョンで自動回復するとかになるかなと思います。弱くはないです決してね。はい、ただまあやっぱ難しいよねってところありますね。はい、で武器こちら泥強に指40% 回復ですね。まあ、5ターンで6ターンの自動回復なんで、スキル1ターンのキャラにこれつければ、全部自動回復ループのキャラクターになるんで、それは強みかな。はい、とは思います。はい。初めて武器で自動回復ループにできるキャラクターかな、とは思うんですけど、まあ別に、そもそも自動回復さっき使ってない、あ、使ってるわ。すいません、セルティがいましたね。アクセラレタセルティは使ってますけど、あれはもうアクセラレタセルティですから、他で使うこともないし、まあなかなか難しいですね。はい、という感じになっております。ユーリでした。はい。で、続いて携帯強いのがこちら、ユーリ。もう一個の携帯、火の携帯ですね。これ76リーダーなんですけど、7ターンのスキルで 80% 激減と1ターン遅延と回復力全員の攻撃2倍、5コンボ加算持ってます。まあ、ちょっと7ターンで重く感じるかもしれないですけど、弱くはないですね。はい。あと、あんまり、競合がいない界隈です。80% 軽減界隈はね。はい。まあ、難しいダンジョンね、結構活躍するかなって感じ。正直、まあ、最近のダンジョン、最近のダンジョンってのはもう新戦時も含めてですけど、軽減ループで足りるんですよね。もっと難しいダンジョン、本当のガチ勢向けのダンジョンとかは、激減じゃないと受けれない攻撃とかも来ますので、まあ、そういう方向けになるのかなと思います。まあ、そんなダンジョンに有利を連れていくかって話もありますので、正直、まあ、ほぼほぼ使い道はないと思ってください。で、武器がこちらでございます。十字、クライム、完全耐性、チーム HP2 つですね。で、覚醒スキルは同じです。まあ、覚醒強いですよね。チーム HP と、クライムと十字でね。まあ、ただ、別になくてもいいかなって感じ。まあ、十字自体が別にね、なくてもあってもいいような覚醒ですから、暗闇は見ればいいしね。はい。まあ、そこまでかなという感じはありますね。はい。さあ、ということで、火終わりまして、水でございます。水もね、結構強い武器あるんですよ。はい。まずこれね。これ、覚醒じゃなくてスキルが強いんです。3ターンダブル吸収消せない場合の覚醒無効全回復でございます。ダブル吸収消せない場合の覚醒無効回復。まあ、去年からずっと言ってるんですけど、あんまり内容ないです。そろそろ増えてきてはいるんですけど、まあ、それでも結構内容はないのですので、はい。これ戻っとくとね、安心感ありますね。しかもスキブ2個持ってて、チーム回復持ってて、まあ、スキブ2個が重要かな。はい。スキブ2個の3ターンダブル吸収の消せない場合の覚醒無効回復優秀ですので、まあ、これのために取るっていうのは全然ありかなと思います。まあ、ただ、さっきも言ったんですけど、てかま、よく言ってるんですけど、最近本当に周回ダンジョン、周回編成の需要が減ってきてる中で、
正直じゃあダブル九州と消せない覚醒無効を同時にしたい場面でそんなあるのかっていうと、そこは疑問が残るかなと思います。最近コロシアムの集会とかやってる方も相当少ないと思いますので、はい、やってる方はとってもいいと思いますけど、あんまねなくても生きていけるかなという感じがありますね。はい、でもう一個の武器がこちら帯列 L 字でございます。はい、この武器はほぼ使うことないでしょう。で、本体ですね。本体、こちら、指12秒固定リーダー。で、変換とかしてますけど、まあ、パッとしてないです。ということで、あんま取らなくていいかなというキャラクターです。はい、まあ、こちら有利はですね、木の自動回復と、あとこの、まあ、水の武器ですね。あと、まあ、火のちょっと 80% 軽減が強いかなって感じで優秀です。あと、まあ、武器がね、一旦の好きだったら自動回復ループになるっていうのも優秀です。まあ、ちょっと使うビジョンが見えてないんですけどね。はい。という感じですので、まあ、こちら2位となりました。はい。ではですね、続いてでございます。1位でございます。1位、今回誰を1位に据えてるかと言いますと、こちらでございます。嫁ゼラですね。嫁ゼラ、これ本体100億上限解放になって第3属性あるんで300億出せます。これはねフェノンと同じなんですけど、今回ですね注目すべきはここではなくてですね、はい、この武器なんですよね。チーム HP2 つにスキブ2つ、バインド超追い打ち3ターン遅延ということで、このね遅延スキブとこの超追い打ち持ちが強いんですね。超追い打ち持ってる武器って実は少ないんですよ。でしかもこれスキブとチーム HP 持ってくれて、しかも所定のね変身とかに助かる遅延まで持ってるということで、超追い打ち武器としてはかなり優秀な方でございます。これ結構スタメンでも採用してますし、超追い打ち自体がこれ 50% シールド破壊持ってますから、なお億でもですよ、これ1兆のシールドを貼られてもですね 50% 削ったら、はい、5000万ダメージ与えるってことですからね。 50% のパーセントだとやっぱ強いです。グラビティ系はやっぱ強いですから、はい、まあ、この超優秀グラビティというのはまた違うかもしれないですけど、やっぱでも割合が強いですし腐らないですから、これは持っとくといいかなと思います。超追い打ち武器、まあ検索してもらったら分かるんですけど、めっちゃ少ないんですよ。で、まあ、やっぱ動画で使いやすいのは嫁面かなと思います。交換できるので、はい、なので持ってない方はね1体でも持っといてくれると今後編成組むときすごい楽になるかなと思います。はい、ちょこちょこ動画でも使ってるんで必要だなと思った方もいらっしゃると思います。ぜひね過去を検討してみてください。はい、で、まあ、あとですね、もう一個の携帯があります。はい、こちら進化スキルですね。無効貫通スキルを進化前に打って、ただし進化後のスキルは違いました。ダメージ無効を進化前に打って、で進化後はですね3ターンのスキルでルーレット1ターン生成ですね、と上限解放と指2倍持ってます。まあ、正直2ターンとか3ターンとかねルーレットループしてほしいかなってところありますね。はい、弱くはないんですけどね。はい、であともう一個の武器がこちらということで、まあ、これほぼ使わないかな。やっぱこの武器だけで正直今回は選んでおります。1位に超追い打ちスキブチーム HP 武器3ターン遅延武器ですね。はい、とても優秀でございます。はい、ということで以上でございます。全部で10体解説いたしました。まあ、上2体はね特には弾が重いんですけど取ってほしいキャラクター、特にハクなんかはさっき言った通りにガチャちょっと引いて取るのおすすめだよというキャラクターでございます。で、まあサイリアマイナス1に関しては、まあ、雷神の武器とシアトの2ターン生成ループが強いよ。で、はい、フェスゲン、サイリアですね、はい、のキャラクターたち、欲しい7フェスゲン5体で交換できるこのキャラクターたちは、まあ、それぞれいいところありますけど、やっぱゼロの武器がね群を抜いてやっぱ強いかなと思います。はい、あとユーリとかフェノンとかね、はい、必要だと思ってキャラクター取ってもらったらいいかなと思います。はい、ということで以上です。よかったら参考になったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。しっかり考えて解説を聞いて、後悔ないように交換してください。じゃあねー、バイバーイ。